はい、皆さんはこんにちは。ね、今日はね、聖林寺さんにね、蓮の状況を見に来ました。ここはね、池というよりも鉢植えの蓮がね、激しく咲いていくと思うのでね、そろそろ蓮が咲く頃だと思って様子を見に来ました。では行ってみましょうね。はい、車はここに止められますが、下にも広い駐車場あります。まあ、上が空いてるときはね、上まで登ってきてもらっても大丈夫です。よいしょ。今年は、ハスの葉が見えたな。咲いてるかな？どうでしょう。ちょっと花は見えないですけどね。ここは提灯祭りでも有名なんでね、提灯がぶら下がってね、綺麗ですよね。そうやね。まだちょっと早いね。だけど、まあ、このようにもうつぼみがね、もうちょっとね、今日はもう午後になってしまったからね、ハス咲いとっても、花落ちてると思うんですけど。今ちょうどね、ハス祭りが始まろうとしてますからね。だいぶすごいハスですね。またここ紅葉が綺麗ですよね。はい、ハスはもうちょっとね、朝咲いてしぼんでしまって。ね。ただまあ状況だけ分かっとってもらったらね。白いのがメインやね。ピンク色がいいねんけど。これなんかはまあまあね。これから咲くのかな。よし。赤がないな。これが。これが赤やね。そうですね。大体白がメインですか。そうでもない。そうですか。2種類ですか。いやいや、ピンクと白、もっとある、黄色いのがあったり。ああ、いつもあそこのね、袋のお寺さんと一緒になんかやってはるわね。ああ、光明寺さんね、はいはい、あそこもなかなか風鈴が激しいです。光明寺さん行きました。はい、いつも あそこに行ったときに、こちらも寄らせてもらおうかと。大体ね、同じ時期にハスとあれが。まあ、光明寺さんとか、貼ってますね。なかなかね、地域で共同してやると。まあ、紅葉の時に来てください。紅葉の時ね。どちらなんですか？あ、私は、加古川市言うて、兵庫。あれ、提灯ぶら下げのいつ頃でしたっけね、あれ。11月。やっぱり紅葉の時ですね。提灯の時も来てくれとってんかな。来てます。はい。また寄せてもらいますわ。ちょっと暑くて動画が切れ切れになりますけどね。申し訳ないです。ここのね、お地蔵さんというか、この、あれもね、紅葉の時期になったら、このハス自体がちょっと多分移動されると思うんでね。その時になったら綺麗に見えます。どうも綺麗ですね。あの赤いハス綺麗に咲いてるね。ちょっと落としとくか。でも近寄れないんでね、ちょっとね。遠目になりますけど、綺麗に咲いてます。はい。ね。よし。うわ、雲が落ちちゃった。これだけしたけど、蜂を持ってくるのって大変やな。これ確かないよね、秋の時には。こんだけの蜂は。ここに。水蓮はありますか？水蓮はなさそうか。あ、ちょっと小骨みたいなのが見えますね。水蓮はないけど、あれ小骨じゃないの？ちょっとわからないけど。ね。
からの景色も綺麗だね。はい、まあね、朝来てね、見てくださいね。もう今来たらもうあれなんでね。で、蝶春の時になると、ここにずっと蝶春が掘り下がりますんでね。11月やって、さっき言うてはったかな。ここは手すりありますけどね。で、駐車場は向こうか の下かの左か、左下に見えるとこですけど、まあ元気な人はあそこからね、階段登ってきてください。まあ、こんな感じですね。これは、目前カズラかな。ノウゼンカズラですね。ちょっと置いてしてみましょうね。水生植物もなかったらいいのにな。よし、よ。ああ。はい。ちょっと裏の方に回ってきましたが、ちょっとだけアジサイが咲いてましたので、ね、見ておきましょう。ノーゼンカズラですね。あれがちょっとアジサイね。まああんまり言うほど咲いてるという感じじゃないですけどね。まあもっと探せば何かあるかもしれませんね。はい。まあそんな感じでしたね。はい。それではね、よろしければまた高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。まあまだまだこれからですよね。はい。だから、まあ、できれば午前中に来られてみてくださいね。それではね、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまたね、次の動画でお会いしましょう。